はい、皆さん、こんにちは。今日はですね、速関節角度の正比価の話をしていきたいと思います。前回、どこまでやったかっていうと、あの後で作業をしまして、パイプラインを、作っていきました。これぐらいの、パイプラインを、作りました。角度ですね。前回やった通りなので、オイラー角の説明を見ながら、復習してもらえばいいと思いますが、それで、角度の計算が、できたというところです。で、今日の話はですね、角度計算していく中で特に大事なところが、特に速関節の角度を気をつけなきゃいけない留意点があるので、その話を説明させていただいてから正比価の話をちょっとしていきたいと思います。まず、うちのこの学校にあるシステムはですね、バイコンネクサスっていうシステムが入ってるんですが、基本的なマーカーセットはプラグインゲートっていうモデルに従って計測しています。で、速関節に関しては、基本的には、膝関節と、それから速関節、それからかかとのマーカーとつま先のマーカー。つま先のマーカーは MP 関節のところに貼ってるんですが、この基本的に4つ、簡単に言うと、この硬いのこの長軸と、このかかととつま先のマーカーで結んだこの角度を計算してるっていうのが、一般的な感じになります。つまり、硬いのセグメントに対して側部がどう回ってるかっていう計算をしていくので、大事なのはこの、側部のこのマーカーの取り付け方になりますね。ここは極めて重要になってくるということになります。例えば、左側のように速関節が低屈していれば、そのまま低屈した角度が、いわゆるその計算されたオイラー角度、絶対角がこう出てくることになります。で、よくやるのがですね、そうは言っても、このマーカーの貼り付け方って結構ね、ネクサスの指定のプラグインゲートの指定っていうのは、このかかとのマーカーとつま先のマーカーは床面に水平に重複するようにっていうふうに推奨されてます。で、かなり気を使って貼ってたとしても、やっぱりちょっとずれちゃうんですね。で、ずれてしまうとどうなるかっていうと、例えば、ちょっとかかとが上気味に、貼ってしまったってなると、低屈の状態で計測されちゃうわけです。なので、ここかなり気を使って貼るわけですよ。で、ちゃんと水平になっていれば、いわゆる硬いの長軸と床面が水平になるので、この状態がいわゆる、解剖学的な基準である、関節可動域の、計あの測定の出発点になるわけですね。なので、こういった厳密に水平をとっていれば、比較的分かりやすい計算になりますが、やっぱり人間が貼るので、誤差が生まれてきたりしますよね。で、そういったことを回避するためによくやるのが、静止立位。これ、静止立位の時のやつを切り出していきますが、静止立位でこう立ってもらった時の位置関係、これを、この状態の角度を覚えさせておいて、これを関節角度の、ゼロにするということで、相対的な、計算をする場合があります。これが括弧2番ですね。静止立位のポジションを、歩行中のいわゆるゼロの、状態にするというような正比価の方法があります。一番最初が、いわゆる何も考えずに床にちゃんと水平に設置していれば、そこが、ゼロになりますよという。ただ、1番目の話もさっき言ったように、マーカーの取り付け方によってはちょっと、ずれてくる可能性があると。それから、2番目の静止立位をポジションをゼロにするっていう方法も全然もういいんですが、これも立ち方によって変わります。特に、こう硬いの傾斜角度が変わると、このゼロの位置に作用します。例えば、ちょっと腰が引き気味になって、肩甲骨が後方に倒れてバランスを取ったとすると、取った時と、ちょっとお尻を、ごめんなさい、お腹を前に突き出して、硬い場合ちょっと前傾が強くなってくると、また変わってくるってことですね。立ち方によって変わってきたりします。で、それに基づいて歩行中の角度を、計算していくことになります。で、それから3番目の方としては、もう硬いの長軸と床面が常にゼロになるように、正比価してあげるということですね。で、これが一番、なんていうのかな、さっき言ったように関節可動域の、視点から見ると一番理解しやすい形になります。ただ、
このパイプラインでちょっともう一回戻りますが、例えば何でもいいんですけど、速関節どこかな？速関節探しますね。これかな？上かな？これかな？アンクルアングル。これ前回やった通りですね。このようにレフトシャンク、硬い部に対して側部が、X 軸周りにどう回るのが屈曲伸展だっていう話なんですが、この計算方法というのが、先ほど言ったように、マーカー基準になっているということなんですね。マーカー基準。なので、低屈すればそのまま低屈という形に、計算するので、基本的な計算方法は1番が、使われます。ただ、そういう何度も繰り返しますけど、重複の仕方がずれちゃうとうまくいかないことがあるので、どうするかっていうと、3つの、方法があります。1番目は通常の角度計算、さっき言ったように、VGA3D にもともと入っている方法を使います。で、これをすることでスタティックの姿勢、ごめんなさい、これスタティックの姿勢じゃないですね、ごめんなさい、マーカー間の、角度を、角度を見てるということですね。こういうことになります。で、今日やるのは、これはもうすでに終わったので、今日やるのバーチャルフットと呼ばれているものをします。バーチャルフットっていうプログラムを作ってあげると、さっきほど言ったように、静止率を、0ドルに補正する、静止化をする、走らせるのと、それから、硬い部が垂直になった時にゼロにするという方法の、2つの、静止化の方法があるということを説明していきたいと思います。この左側に出ているのは、先ほどの例でありますが、この障害を持っている方です。例えば、かかとが地面につかなくて、足関節が低屈のまま固まっているような患者さんって中にいます。なので、かかとにちょっとね、ヒールみたいなのをちょっと、置いて、そこに上に立ってもらっているということになります。で、実際歩くときは、装具を使って歩いて、靴の中にちょっとね、詰め物をして、歩高をして、装具の中では足が低屈していて、で、装具全体のかかととしては床に対して直角のような装具を作ったりします。で、この時、装具の中では足が低屈になっているわけですが、これは内骨格上の角度が低屈になっています。で、外見の外骨格の角度は今、大体0度になっていると、こういった関係になるわけですね。で、これを実際に歩行に当てはめると、これ横軸歩行周期、縦軸が角度で、マイナスが低屈だとすると、歩行中は内骨格の角度で歩くと、常に低屈したまんま歩くと、で、一番早くとしても0度までしか行かないみたいな、こんなような波形になったりするわけです。でも、外骨格の角度は装具全体が成している角度なので、0度から始まって、低配屈を繰り返すというような形になったりするわけです。で、静止立位で、さっき言ったように、ゼロのポジショニングをすると、どんな問題が起きるかっていうと、例えば、この人のように、足が低屈してて、そして硬い部がちょっと後ろに倒れて後傾してますよね。っていうと、静止立位の状態では、低屈の状態で、基準になっちゃいます。で、これを歩行中に当てはめるとどうなるかっていうと、これが基準になっちゃうので、実際に歩いてるときは装具つけて歩いてれば、こっから相対的に動くような形になります。つまり、計算された結果っていうのは常に下背屈しているような変な波形になっちゃったりすることがあります。足は低屈してるし、装具は0度なんだけど、そこからこれを基準にした、その相対的な角度変化を見るのと一緒なので、相対角度変化っていうのは、このように障害を持ってくるとずれてきちゃうことがあるわけですね。で、それを回避するために、最終的にはこのバーチャルフット2ってやつですね、この外骨格の角度を計算してあげると、硬い部が垂直になった状態を、0度にしてあげるというようなことで、もうバーチャルフット2っていうのは、この外骨格の角度計算をする計算方法になります。一番その関節可動域を、計測するときの基準となるような見方になりますので、一番これが理解しやすいんじゃないかなと思ってます。ただ、あんまり、世の中のバイオメカニクスの世界では、この計算ではあまり用いられてるの見たことないですね。ほとんどはこの相対角度を使ってます。相対角度はこの2番目の話ですね。バーチャルフットってやつで、
足関節の、静止リテの状態をゼロ度にするという補正をかけるというものです。でただ立ち位置がスタートの静止リテがおかしな立ち方をすると、それに伴って歩いている時のデータは、このようにイメージ通りの結果にならないことがあったりするということですね。あとは通常通りの角度計算というのは、これもうまさに内骨格の角度を測っているので、かかととつま先にマーカーを貼っていれば、まあ、そのままテイクしているので、テイクしたままの角度が出てくるというような形になるということです。ではこれがまあ概要なので、これをもとに速乾性の関数正比化を実際にやっていこうと思います。まずビジュアル 3D を立ち上げていただいて、どうするかっていうと、まずパイプラインを起動します。パイプラインここですね。パイプラインを起動して、で、モデルベースドデータコンピュレーションだから、コンピュートモデルベースドデータっていうのを、まあ、入れてあげると、また角度の計算できますね。前回と流れは一緒になります。これを挿入する。そうするとここに、角度計算の話が出てきます。でこのまま角度計算を、することはできませんので、一度仮想的な側部下体部を作ってあげる必要が、あります。仮想的な側部ですね、まあ、それがバーチャルフットっていうことになります。でバーチャルフットを作るために、仮想的な側部を、作るために、まずはモデル図に最初入っていただいて、でここですね、新しいセグメントを作るということで、実はもうライトは作ってるので、今度レフトですね。レフト、例えばバーチャル、フットというふうに名前をつけて、でここでキネマティックオンリーにすると力学計算が入らないので、ビジュアル的には反映されない状態になります。でこれでクリエイトをしたいです。これ入れちゃうとおかしなことに、これチェックを必ずつけてください。でクリエイトをして、ここでどうするかっていうと、左なので、まず膝のモデルを、どこだな、この下体部のまず、位置決めをします。下体部が、ちゃんと垂直に立つようにっていうような意味で、ここが LKNE、それから、LMKNE、これで内側と外側のマーカーがこれで、つきました。で側部の方は L アンク、それから LMED、これですね、この4点。この4点を、指定してあげました。で、これで今、上でこれ、下体部の、セグメントを、作り、ターゲットマーカー、追跡するターゲットマーカーを、側部にしてあげるというようなやり方になります。で、これで言うと左なので、L アンクと LMED、内側の内下と、それからかかととつま先。この4点を、指定してあげます。この4点ですね。で、これで、OK になります。いいですか？この上のセグメントの定義は、下体部のセグメント、追跡マーカーを側部っていう風に状態にして、アプライボタンを押します。で、そうすると、このような形でセグメントが、作られたということです。仮想のセグメントが作られたということになります。で、次ですね。次ここまでいったら、まあ、ビルドモデルしてもいいと思います。ビルドモデルすると歩行データ全体に反映されます。さあ今度ここで、パイプラインを、走らせることになります。先ほど1個作って空にしてあったデータがあるので、ここでどうするかっていうと、どうしようかな。 L アンクルアングルの、ノーマライズとかしようか。つまり、スタティックでノーマライズしたっていうような、状態ですね。で
格納する場所はオリジナルで、角度を計算するのでジョイントアングル。そしてここで、まず硬いは、これはライト、あ、ごめんなさい、レフトシャンクですね。そして、先ほど作った、レフトバーチャルフットっていうのを、先ほど作ったので、このレフトバーチャルフットを、このセグメントに設定してあげます。で、この状態で、ダウンをしてあげると、ステップで一回走らせてみますか。これで一応計算されたはずです。で、試しに見てみましょうか。なんか歩行データが。そうすると、L、アンクル、アングルノーマライズっていうのが出ますよね。左の通常の側関節の角度変化はこれになります。そして新しくスタティックで静止についで、補正をかけたものが、これになります。この紫のところが今ヒールストライクのですね。あ、これが逆だね。この L なので、L ヒールストライク。ここが、初期設置の場所になります。で、もう一個見るために、硬いの傾斜角もちょっと入れてみましょうか。L シャンクアングルを見ます。これ、硬いの前後傾角ですね。硬い部が今、この辺で見る方がいいかな。右が、もう一個前に行こうか。こっちにしましょうか。今、ここで初期設置を迎えました。で、マイナスが後傾、プラスが前傾です。で、ちょうどこの下のグラフの、今、ゼロになっているところっていうのが、ちょうど硬い部が地面に対して垂直になっているところになります。で、この時に、上を見ていますけど、この L アンクルアングル、今2本線で色これ変えられないんですね。で、この色、角度が今出てますけど、下の波形が L アンクルアングルなので、通常のマーカー間の、距離。それから上が L アンクルアングルノーマライズということなので、これが静止についで補正をかけたものが上のものに出てます。まあ、ちょっとずれが出てきますよね。で、静止について、補正してあげると、硬い部が垂直に立っているときに、ちょっと速乾性はまだちょっと低屈しているような状態になって計算されます。マーカー間の距離ですとかなり低屈してて、今ここで言うと、8度ぐらい低屈していることになってますね。で、こんな形で波形の違いが見られます。なので、通常の正常歩行、健常者歩行であれば、こんな感じで静止について静止化するっていうのも、非常に、簡単でよくて、広く一般的に使われている手法になります。ただ繰り返しますが、この静止率で補正というのは、静止率の立ち方によってこのゼロの位置が変わってくるので、そこだけは注意して使わないといけないということですね。これが、L アンクルアングルノーマライズですね。静止率で補正かけたやり方になります。で、もう一個ですね。もう一個のやり方についてちょっと説明していきます。今度は、関節可動域の、計測の仕方に似ているというやり方ですね。で、もう一個のやり方がちょっと結構大変で、一応ですね、どうしようかな。これ、C モーションの、ウィキドキュメンテーションっていうところの、ページに行くと、後で概要欄に貼っときますけど、先ほどの静止率の補正の仕方も、これ、ノーマライズジョイントアングルメソッド1っていうのであって、今これ2番のやつが、今から説明する話ですね。これ、後でこの通りにやっていけば、できるので、後で概要欄で確認してみてください。で、実際ちょっとこれ試しにやってみたいと思いますね。まずこれ何やるかっていうと、ランドマークをいくつかちょっと作っていかなきゃいけない作業が出てきます。で、まずこれ、モデル図に最初に入っちゃいます。で、ここでまず何が必要かっていうと、ランドマークを作ります。ここからセグメント、ランドマークってあるので、このランドマークボタンを押します。で、ランドマークボタンを、押すと、ここに、あ、ここじゃないな、
さらにこの下にランドマーク、ファンクショナル、ダイアゴリングがありますけども、ランドマークスですね。で、ここで、アドニューランドマークっていうことで、新しくマークを作りますよということを教えてあげます。まあ、こんな感じで。で、そこでまず何をするかっていうと、まあ、ここで、必要な情報は、いわゆるこの、ラボの情報が必要なんですよね。ラボの情報。あ、実はもうラボの情報を作ってるので、先にも出しちゃいますけど、ラボ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 どこだ？ごめんなさい、セグメント、ランドマークのランドマークで、ここに、このように作ってもらう必要があるんですが、ラボオリジンっていう形で、ランドマーク作ります。名前はここに、ラボラトリの原点ですね、オリジン、原点を、作ってあげるということで、どこに出てきてるかっていうと、これターゲットマークは出てないですね。ランドマーク作ると、ここです。このマーカーを作りました。ラボオリジンってやつですね。まず、先ほど言ったように、通常の計測だと、こうマーカーに貼った、マーカー間の角度で規定されるので、貼り方によってばらつきが出ちゃいますよと。で、それを回避するために、まず床基準に直したいので、まずはここに、ラボの座標系を作るために、ラボオリジンっていうのを作りました。で、原点なので、どこにも、チェック入れることなくて、000で構いません。で、同じ工程をこれで OK したら、ここでまあアプライをして、で、次にまたランドマークで、またアドニュー、またランドマークで新しいのを増やします。増やします。何を増やすかって、今度は X 方向ですね。ラブ X っていうのを、ラボ X っていう、ここですね。原点から X 方向にある、マーカーをここで新しく1個作りました。で、どれぐらいかっていうと、まあ、原点からオフセットするために X 方向に0.1メートル、まあ、10センチですね。10センチ、まあ、これは別に数値なんぼでもいいんですけど、10センチずらしたところに、ここにマーカーを、仮想のマーカーを床面を作るために作りましたってことで、これもアプライをします。で、次に今度またアドニューランドマークにして、3つ目ですね。このラボ Y っていうマーカーをつけど、ラボ Y っていうのはここですね。このラボ Y っていうのはこれで、これが、原点から Y 方向に10センチなので、この3点で面を作ったんですね。で、これが床ですよっていうふうにまず教えてあげるために、ランドマークを3つ作りました。これがまず1個目になります。で、次ですね。で、この次からが、問題になります。次は、ステップ2になりますが、今さっき床基準で作りましたね。今度は側部のつけてるマーカーを、まあ、床に投影するような形で新しく、再構築するということをしていきます。で、これもまた、アドニューランドマークで、入れてもらって、今、空の状態が今ここに入ってくるので、ここに、適当な名前をつけます。何にしようかな。作るのは、内外科のマーカーとつま先のマーカーを使ってあげた方がいいと思いますので、例えば、L アンク。左側の外科にマーカー貼ってますけど、これの、床投影バージョンということで、例えば L アンクフロアっていうような、名前にしときます。で、スターティングポイントは、先ほど作った、ラボの原点を使っていくので、ラボオリジンというのを、選んであげます。で、ターゲットポイントは、どうするかっていうと、まあ、これもやってみないと分かりませんが、ちょっと試しに、これが、ラボ、あ、先ほど作ったラボ X。これがエンディングポイントで、ラテラルオブジェクト、外側方向には、
ラボ、Y。今これあれなんですよ。なんだこの C モーションの説明書通りにこうやってるんですね。ただちょっと名前が違うので、名前をちょっとね、こう変えながらやってます。で、プロジェクションはどこかっていうと L アンクということになります。で、こんな風に設定して、オフセットとかは特になく、あとここでキャリブレーションオンリーランドマークっていうのにチェックを入れてあげて、アプライボタンを押します。そうすると、ここに、ランド L アンクフロアですね。つまりこの外貨につけたマーカーを床に投影する形に、作り変えた、再構築したというような形になります。で、こういった作業を、今度は次はもう一個、今度は内側にも同じことをしていきます。これはアプライしたので、今度またランドマークに戻って、アドニューランドマークでまた作り直します。今度は LMED の、フロアですね。フロアという形にして、先ほどと一緒です。原点は、ラボオリジンと。で、ターゲットになる、エンディングポイントはラボ X と。そして、プロジェクションは、LMED にして、キャリブレーションオンリーランドマークっていうのをポチッと押すと、ここに来ちゃいましたね。これでいいのかな？これでいいのかどうかはわからないので、とりあえずこのまま一回やってみますか。で、それから、もう一個作ります。このつま先の、ランドマークを作っていくことになります。アドニューランドマークにして、今度は、ここか、L 等のフロアっていうのを作り、また同じくラボオリジンを、作って、ターゲットをラボ X で、プロジェクションフロームっていうのは L 等のマーカーを基準にして、これを、床に投影してくださいっていうふうにやると、今ここに出ましたね。ラボオリジンに対して、こっち側に出ました。これでうまくいくのかな？ちょっとこれで一回やってみますか。今その説明書通りにやってるんですけどね。で、次は、今どこまでやったかっていうと、まあこっち見ますか。まあさっきはもうそのまま通りにやってるんですよ。今最初はそのラボオリジンを作って、で、次に、フロアのランドマークを作ってみたことをやってます。で、今度次どうするかというと、床に平行な仮想セグメントを、まあ作成するということで、セグメントのとこに戻って、まあ、一回アプライしておきますね。で、セグメントに戻ります。で、どうするかっていうと、今度は、新しく作んなきゃいけないのかな。先ほど静止立位の補正するのがこのレフトバーチャルフットっていうのを、作ったので、レフトバーチャルフット1っていうのにちょっと名前を書いてみたいと思います。レフトバーチャルフット1とかにしておきますか。で、これでクリエイトします。で、ここで先ほど作った、L アンク、フロアっていうのを作りましたよね。これですね。で、今度こっち側が LMED、LMED のフロアっていうのを作り、ここが L 等とかにしときますか。L 等の、フロアですね。フロア
L 棟のフロアで、今ここは1個しか置いてないので適当な半径を作っときます。まあ、仮想なので、ここのスイッチは何でも見てます。で、これで一応、L アンクフロア、L メドフロア、L フットフロアで、仮想の、側部の、投影されたセグメントを使って、そして実際の、側部のマーカーを追跡していくということをすると、歩行中にこれが反映されるということになります。で、いうことなので、L 等と L ヒール、L メド、L ヒール、それから、L アンク、どこだ、L アンク、これか、この4点を追跡していくと。なので、先ほど違うのは、先ほどのバーチャルウッド1は、硬いのセグメントを、作って、側部を追跡したということで、静止率で補正したんですが、今度はバーチャルフットですね、床面に投影した、つまり側部を完全にフラットな状態に、設定した静止立位の状態を、基準にし、追跡マーカーは歩行中の、実際の実マーカーを、追っていくというような設定で、作られるということですね。で、これでやるとどうかっていうと、エラーが出てますね。はい、ということで、右側をちょっと参考に、R 等と同じようにちょっと見ていきますか。ラボ XY なんですよね。それから、R メドフロアを参考にして、L メドフロアと比べていきたいと思います。どうでしょう。変わんないですね。それから、R アンクフロアと、L アンクフロア、ここは違いますね。L アンクフロアと R アンクフロア、これでどうでしょうか。アプライ、変わらないですね。エラーが出ましたね。見てみますと、警告が出てると。バーチャルフット1、を適切に、構成できませんでしたと、キャリブレートできませんでしたと。で、セグメントは、質量式は、ノーデータを返すと、なんのこっちゃ。そしてセグメントの、作成失敗しましたと、レフト、バーチャルフット1、質量比か、もしかすると、チェックが、セグメントプロパティをちょっと見ます。ここですね。先ほどの同じように、これ仮想なので力学計算できないんですね。なので、キネマティックオンリーにしなきゃいけないですね。おそらく、ここですね。ここが今、ノーになっているので、これをするためにキネマティックオンリーにしてあげる必要があると思います。こうすると、今まだ計算されてないのか。これでセグメントを、計算し直す必要が出てきて、これでチェックが入ってて、アプライ押すと、出てきましたね。これでビルドモデルってやると、歩行データ全体に反映されるので、これでどうかな。これで揃いましたね。ただ、この向きがですね、おかしいですよね。右側はこうやって X 軸が赤で横、緑が進行方向で、青が Z の方向なんですけど、バーチャルフット1、左の方見るとなんか変な方向いてますよね。なので、これはセグメントプロパティで向きを変える必要があります。これでいくのかな。ドンと入ってきましたね。こんな形で向きを作ってあげて、セグメントが構築できましたと。で、一応これ一応ビルドボディしておきましょうか。そうしましたら、この角度を計算するので、やっとここでパイプラインを走らせることができると思います。パイプラインに行って、これは何だっけな、これはこれさっきノーマライズの方ですね。なので、新しく追加します。新しく
追加をしまして、L、アンクル、アングルの、どうしようかな、アナトミーとかしましょうか。解剖学的な、補正をかけたということにしておきましょう。そしてオリジナルと。で、ジョイントアングルを選び、基準は、ライトシャンクですね。あ、ごめんなさい、レフトシャンクですね。左側の、下腿部。で、ここで、先ほど作った、バーチャルフットですね。レフトバーチャルフット1っていうのを選んであげて、ダウンをしてあげると。で、計算をさせるということをすると、反映されているはずです。シグナルを見ていきましょうか。ワークスペースで、これは先ほどの、角ですね。これが、下が、通常の角度計算。これが、ノーマルでした。静止率でノーマルでしたやつ。で、もう一個が、ここに出てますね。レフトアングルアナトミーというのが出てる。これを重ねてみましょうか。グラフ1に重ねてみましょう。こんな感じに出てきました。どこに出てきたのかな？一番上かな？一番上が、あ、違うな。二番目か。ん？どっちも一緒？ちょっと分かりづらいですね。あ、これか。一番上が、アナトミーですね。いわゆる解剖学的な、運動学的な、ROM を計算するときの、ものになると思います。で、これで見ていくとどうかっていうと、まあ、重なりすぎて分からないですね。今、今度左足なんですね。左足の今、下腿部が垂直に立ち上がってる。これが、下腿の前行計画ですね。これ0度なので、ちょうど床に垂直に立ってるところになります。で、この時に解剖学的な、じゃないや、通常の角度計算ではすごく低屈しているように計算されてますが、次が、これが、静止率で補正したのが、わずかですが、2度ぐらい低屈していることになってます。そして、これが、L アンクルアングルアナトミー、解剖学的 C で床で補正したやつですね。これが今ほぼゼロですね。ということで、わかりますかね？解剖学的に、つまりこの床の状態、床と、なんだ、下腿部が垂直に立っている状態を、ゼロ度。で、ここから下腿が前傾していくと、背屈していくということなので、まあ、いわゆる関節可動域の計算のロジカルにかなり近しい感じになりますよね。この計算方法だと。で、静止率状態だと、このデータですと、ちょっとモデル図を見ていきますと、静止率の状態ですと、まあ、この状態はちょっとわずかに前傾してますよね。なので、前傾してる分、歩行データでは、まあ、マイナスになってくるということです。で、元からあるマーカーだけで計算すると、低屈していますが、何度ぐらい？ 10 度ぐらい低屈するということは、かかとと、つま先のマーカーでちょっと差が出てるなっていうのは、これでわかります。まあ、ちゃんと、マーカーを水平に張ってれば、このアナトミーと同じ、ところに出てくるはずなんですけど、やっぱりこれは誤差ですよね。特に側部ってその距離が短いので、すごく長かったら、長ければ1ミリのずれって大したことないですけど、側部短いので、1ミリずれれば、角度としては大きく、誤差として出てきます。まあ、こんな形で、まあ、今日の話をまあまとめますと、まあ、角度計算ってだから主に3つあるんですよと。基本はつま先とマーカー間と、それから下腿のセグメントとナス角を見るような、いわゆる一般的なオイラー角の、基本的な計算の仕方。まあ、これが一番、純粋に絶対角度を測ってくれますが、この床とつま先のかかとの、かかととつま先のマーカーが床に水平に設置してないと、歩行中のデータはずれてくるということがあります。で、それを回避するために、静止率をゼロにするような、バーチャルフット1っていうのを作る方法と、それから、硬いと床が、
常に平行になるようにというか垂直になるようにした方法ですね。つまりこの一番の方法を強制的に床をゼロにするようにしたものですね。なので、運動学的なものの見方をするんだったら、この3番のやり方が実は一番いいんじゃないかなと。まあ先ほど出てたバーチャルフット2ですね。先ほど言ったバーチャルフット2のやり方が一番、まあ、装具つけても外骨格の角度を測ってくれますし、健常者のデータを測っても、一番その関節可動域を反映するような形になるのはこのバーチャルフット2だと思います。ただこのやり方はあまりちょっと浸透してないですね。ほとんど浸透しているのはこの相対角度の静止率で0度にするっていうのが、いわゆる一般的な0度補正だと思うんですけど、おすすめするのはこのバーチャルフット2の方法を、おすすめしたいと思います。まあよかったらですね、ちょっとやってみてください。まあエラーとか出てちょっと大変だったんですけど、まあ、この辺もちょっといじって慣れるしかないですよね。それから、まあ、後でまあ概要欄にも貼っておきますけど、このね、C モーションのウィキ見れば載ってますので、この辺をちょっと、参考にしながらチャレンジしていただければと思います。ということで、まあ、角度編はこれで終わりましたので、次から力学計算の方に入っていきたいと思います。まずはこの床反力の合成だとか、重心の計算だとか、この辺をちょっとやっていきたいと思います。ということで、ありがとうございました。それではまた。